はい、皆さんこんにちは。偉人研究家の前畑萌之です。今日はね、7月6日、土曜日なんですけれども、今日の、9時から BS11 でですね、偉人敗北からの教訓っていう、ね、番組をやってるんですけれども、歴史作家の伊藤潤先生が、ナビゲーターをされている番組で、今回は、渋沢栄一特集というところで、私も、出演させていただきます。コメントでね出てくると思いますので、ぜひねご覧になっていただければと思います。まあ、この番組っていうのは、まあ、偉人たちのこう、まあ、敗北ですね、いわゆる負けたところから、何を学べるのかっていうところを取り上げてるっていう意味で非常に面白い番組ですね。なので、まあ、結構その、まあ、ビジネスシーンとか会社のビジネスマンとかも参考になるでしょうし、まあ、どっちかというと偉人とかっていうとこういうね勝利の方っていうか華々しい方に着目されがちだし、なぜ成功できたのかっていうところにね重きを置くことが多いと思うんですけど、この番組は偉人たちがなぜその瞬間敗れたのかっていうところですね。で、渋沢栄一の場合はさ、あんまりこう敗北っていうイメージはないと思うんですけど、まあ、それがまあ渋沢栄一のまあすごいところというか、まあ、結構やらかしてるんですよね。結構ね、まあ、青年時代からまあ上位活動に、傾倒して、その上位ですね、外国を打ち払えというところで、過激な活動に出るわけですけれども、まあ、思いっきり失敗しますし、なんなら失敗する前に止められてやめてたりとか、あとはもうそこからもう、ね、行くところがなくてうろうろして、で、まあ、一橋慶喜にね、今拾ってもらってるわけですけれども、今度は慶喜自身がね、将軍になったりとか、あとはなったかとは今度は大政奉還してもらったりとか、もうあんなに本当激動の時代をね、生き抜いているのが渋沢栄一で、まあ、明治維新の最中というか、ちょっと倒幕の時には、ちょうどパリにいましたしね、海外にいたり、それで学んできたことを、帰ってきて、明治新政府の中で初めはね活躍したりもするんだけれども、結局そこから出ていって、まあ、実業家として、まあ、資本主義の父ともね呼ばれますけれども、大活躍するということになります。なので結構ね紆余曲折を得てるんで、まあ、その都度やっぱり挫折なり敗北なりやっぱりしているんですよね。だけどもあんまそれを印象付けないっていうのはやっぱ渋沢栄一はずっと行動し続けてるからなんじゃないかなというふうにはまあ思いますけどね。まあ、そんなわけでね、今日はの BS11偉人敗北からの教訓で9時からというところで渋沢栄一の回、ぜひね、まあ、お札にもねこの方、変わりましたからね、福沢諭吉から渋沢栄一に1万円変わりましたから、まあ、そういう話題とかにもねできるし、またまあ普通にこう非常に勇気づけられるというか、まあ、いろんなことがあっても、まあ、人生はこう信念を持ってね一生懸命やれば、切り開けるんだというふうにも感じるかもしれないしね、まあ、渋沢栄一ですらもねこんなにこう失敗があったんだなっていう点でも、勇気づけられる内容になってるんじゃないかなというふうには思いますけどね。はい、私としてはね、あのコメントですね、伊藤潤先生のコメントだったりとか、あとまあフリーアナウンサーの中西ゆりさんとかどんなふうにね進行していくのかなとか、あとはまあ VTR の作り方とかをそういう、ね、参考にいつもねすごくよくできてるんで、まあ、今回もね楽しみにしてます。まあ、今回限らずぜひね歴史番組、まあ、なかなかね見る機会ない方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱ1時間とかねなりこれ見るとやっぱ結構自分のこと学べるっていうか、うん、まあね、また本とは違った意味で映像から入っていけるんでね、ビジュアル化もしやすいし、これをまあきっかけに歴史部としてまあいろんな本を読むっていうこともねできると思いますしね、ぜひねご覧になっていただければと思います。それではよろしくお願いします。あとね、そう最近YouTube チャンネルでショート画像で名言の方を毎日上げてるんですけどね、とりあえず1週間やってみたんですけど結構まあ見られてるような、まあそこそこかなっていう感じで、ぜひねチャンネル登録していただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。